大藤武弘は、日本の外科医である。岡山大学医学部呼吸器外科。専門は、肺移植。岡山大学臓器移植医療センター教授。広島県竹原市生まれ。広島掛け学園英数学館高等学校。岡山大学医学部医学科を卒業。香川県立中央病院。岡山大学病院での研修を終えて、2002年から、オーストラリアメルボルンにある。 モナシュ大学、アルフレッド病院心肺移植センターで5年間シニア、トランスプラントフェローとして、研鑽を積む。2年間は、胸部心臓外科で、ドナルド・エズマー教授のもと、心臓外科、肺移植の研修を受け、その後の3年間は、肺移植内科で、グレゴリー・スネル教授のもと免疫抑制療法を、はじめ初心からドナー評価、そして、手術期、遠隔期管理について、 研修を受ける。また合衆発となる心臓支配移植プログラムに参加し、2006年には同国発となる心臓支配移植の人かは肺出頭医となる。2007年日本に帰国し、岡山大学において数多くの肺移植、肺がん手術に従事している。諸外国では当たり前に受けられる肺移植だが、臓器提供の少ない日本では助かる。 はずの命が助かっていない現状に直面し、様々なアイデアを持って新しい移植手術に挑戦し続けている。最近では2013年国内最年少患者へ、肺の中で最も小さな中陽と使った生体中陽移植を世界で初めて成功させ、それまで国内では肺移植を受けることができないと思われていた小さな小児患者にとって生きる希望の光となった。 また、従来の方法では、移植には適さないと判断された脳死ドナウ肺を、体外臓器リカバリーシステムを応用し、移植に適した状態まで回復させて移植することに、アジアで初めて成功し、脳死左右反転移植にも、国内で初めて成功した。その後も、国内最年少となる2歳児に対し生体灰を、分割資料灰として移植する、生体灰区域移植に、 世界で初めて成功した。また、脳死と生体肺移植を同時に組み合わせたハイブリッド肺移植にも世界で初めて成功し、肩肺しか圧生されない年齢の患者にも両肺移植ができる選択肢を示した。そして2017年両側下葉が痛んでしまったドナー肺の痛みが少ない常用部分を用いて左肺を形成し移植するダブルアッパー。 上部トランスプラントに世界で初めて成功しており、これらの術式は医学的に使用を断念されるようなダメージを受けた脳支配を安全に移植し得る方法としても高く評価されており、臓器提供の少ない日本において無駄になる臓器を減らし、それにより新たな命を救うことに貢献している。2017年には国内最年少となる一歳女児に対し、 小児ドナーからの小児脳支配移植に成功している。小児ドナーから提供された肺は移植されたレシピエントと共に成長することから乳幼児を救うためには最適の方法であると期待されている。2006年オーストラリアメルボルンにて合衆発となる心臓支配移植における人皮肺の執刀医として貢献。2010年慢性拒絶反応により後輩した。 移植肺を摘出し再び新しい肺と入れ替える両側生態肺再移植に国内で初めて成功。2010年中枢型進行肺がんに肺保存技術を用いた肺と薬域自家肺移植を世界で初めて成功。2010年改正臓器移植法施行後発の脳死肺移植に成功。2011年国内最高齢の脳死肺移植に成功。 2011年スリランカ発の肺移植に成功。2013年国内最年少患者への生体中央移植を世界で初めて成功。2013年体外臓器リカバリーシステムを応用した肺移植にアジアで初めて成功。2014年脳死左右反転移植に国内で初めて成功。 2014年国内最年少患者に対し生体肺用分割区域移植に世界で初めて成功。2015年ハイブリッド肺移植に世界で初めて成功。2017年ベトナム側の要請を受け派遣された肺移植チームの執刀医として同国内で初となる生体量肺移植に成功。また2011年にスリランカで行われた 肺移植に続き岡山大の海外での移植手術は2、例目。2017年国内最年少患者に対する賞に、脳死肺移植に成功。2017年脳死ドナー肺の両側上用を用いて、差肺を形成し移植。肺移植医としての活動が評価され2011年、岡山県より、岡山県文化奨励賞が、 2013年には、岡山アワード特別賞、そして同年岡山武蔵賞がそれぞれ贈られている。また2011年に施行した、スリランカ初の配移植成功を称え、スリランカ厚生大臣賞が、マイトリーパーラシリセーナ氏より贈られている。ありがとうございます。